どうも、M です。今日はですね、群馬県に来ています。嬬恋村のキャベツ畑、パノラマライン北ルートというのがすぐ近くにありまして、そこを走っていきたいと思います。途中ね、キャベツ畑の撮影ポイントがあるみたいなので、キャベツ畑を撮影しながらドライブしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。キャベツ畑、すごい綺麗。パノラマライン北ルートの起点がここからになります。20キロ先に愛妻の丘があるそうです。初めのうちはなんかこういった感じで山の中を抜ける、適度にカーブのある走りやすい道を走る感じですね。キャベツ畑はほとんどこの辺は見えないですね。ちょっとこの辺で一回止まらせて会いましょう。あ、すごい。うわ、すごい景色。いや、なかなかの景色でしたよ。なかなかキャベツ畑が綺麗に整列してこう植えてあるからすごい綺麗に感じるんでしょうね。結構ね、長いこと山あいの道を走るんですね。この辺からね、開けてくると思うんですよ。あ、すごい、いっぱい見えたキャベツ。見晴らしがいい。すごいですね、北海道みたいな景色。北海道行ったことないけど。すごいですね。愛妻の丘駐車場。愛妻の丘、すごい見晴らしがいい。うわ、
こう起伏があっていいんですね。平坦じゃなくって、すごい起伏があって、うわ、展望所もありますね。展望所、ちょっと一人で恥ずかしいけど鐘鳴らしてみようかな。これ鐘鳴るのかな。うわ、鳴った鳴ったやばい、誰かに見られてるかもしれない。一面のキャベツ畑か何かわかんないけど、まあ、キャベツ畑なんでしょうけど、すごい、うわ、360度、すごい景色、すごいですね。すごいばっかり言ってるけど、雄大な景色ですね。こう、はあ、ちょっと何枚か写真を撮って帰ろうと思います。スマーゴイ村のキャベツ畑、いや、良かったですね。良かった。もうすごいたくさん、こんなにたくさんキャベツの畑があると思ってなかったですね。うん、すごい面積、すごい広大な面積のキャベツ畑が広がって、背景にはね、いろんな山がこう立ち並んでて、すごい良かったです。青空の時にね、撮影に来るとまたもっと、まあ、スカッいい写真が撮れるのかもしれないですね。まあ、今回はね、ちょっと短い動画だと思うんですけど、短い動画になると思うんですけど、まあ、この辺でまた次回どこかの道を走りに行きたいと思いますので、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。